よっしゃー、なんだろう、おーうーおおマジか、マジででかい。いってらっしゃい、行ってきます。いってらっしゃい、お疲れ様です。大きい玉釣ってください。打ち込みよりでかいの釣りましたね。はいさい、沖縄深さじる学校へようこそ、ミスター R です。今日は沖縄県座間味島にやってきました。最近カツオとかタマンが釣れたイカダの上から釣りをしていきたいと思います。前回は大型のトカジャを狙いに来たんですが、トカジャの姿はほとんど見ることがありませんでした。今回はですね、なんとかでかいトカジャを狙ってやっていきたいと思います。それからですね、また前回と同じようにタマンとかカツオ、海遊とかも狙いながら、夜はですねナイトスリルとかそういったものできたらチャレンジしていきたいと思います。時間がですね、今15時過ぎているんですが、今日ちょっと夕方までやって、夜ナイトスルルーして、明日の午前中までですね、限られた時間ではあるんですが、何か少しでもいいやつ、楽しいやつ釣れるように頑張っていきたいと思います。それでは、頑張っていきます。はい、それでは薪を作っていきます。マルキュー V9 の特用、3キロ前の余りのやつですね、先に入れていきます。次にチヌパワー麦スペシャル、これを入れていきます。結構粒が入っているのでいつも好きですね、これ使っています。あとは適度な重さですね、比重があることと吸魚力ですね。結構深生するときで重めの巻き入れるときとか、結構このチヌパワー麦スペシャルは入れることが多いです。結構信頼の巻き餌ですね。それから爆寄せグレ、これも入れていきます。さらに重さも持たせたいのでチヌパワーダッシュ入れていきます。こんなもんですね。あとはですね、ちょっと大まかに混ぜてみて、ちょっと粒の量とかが少なかったら麦も追加しようかなと思って持ってきたんですが、今見た感じだとそんなに追加しなくていいのかなと思います。ただもし餌取りがいっぱい出てきたとか、そういう状況になればこちらの麦の方もですね追加していきたいと思います。はい、それでは釣りを始めていきたいと思います。竿がエース BG5 号、リールがツインパワーの1万番ミチートハリス8号で、針はマダイ針使ってやっていきます。餌はボイルやスルル、それからオキアミ、イカを持ってきてます。少しずつ持ってきているのでローテーションしながらですね、当たり餌を探していきたいと思います。浮きは前回1号機を使っていたんですが、今回はギガントの3号、これを使って馴染みを早くしてですね狙っていきたいと思います。他の竿はレマーレ3号、それからメガディス175、そして最後にグルクン狙いのイカダ竿、この4本をローテーションしながら狙っていきたいと思います。水深がですねこっち25メーター以上ある、結構深いポイントなので、まずはですね棚を探していきたいので、大まかにですね探っていきたいと思います。ルアーとか他の釣りもそうだと思うんですが、魚がいる棚が分からなければ、基本的には上からですね少しずつ探っていくような感じになるのかなと思います。まあ、ポイントの地形であったり、こういうところはこれぐらいで当たってくるよっていうのが分かる方なら、一気にですね底を狙ったりとか中層を狙ったりっていうやり方があるんですが、今回はですねこのポイントはちょっと探りながら狙っていきたいと思います。潮が今ですね結構左から右に流れてくれてますね。前も潮止まっている時はほとんど当たらなくて、こういう風に潮が流れている時当たりが結構あったので、今日ですねちょっと時間は短いんですが、ちょっと期待できるのかなと思います。よっしゃー、なんだ、いい引き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 、なんだろう、楽しいぞこれ。さあいい引きしてます。
おお、いいね、いいね。よっしゃー。竿が強いので、おお、でも、下に突っ込んでますね。さあ、なんでしょう。さあ、浮いてきた。あ、たま、よいしょナイスでーす。よっしゃー。一匹目のタマン釣れました。さあ、一匹目、タマンが釣れてくれました。やっぱり楽しいですね、このサイズの引き。竿が強いので上がってはくるんですが、心地よく竿を曲げてくれました。これですね、時間が今ですね、16時30分ですね。前もですね、これぐらいの時間から結構当たってきたりもしていたので、トカジャーも狙えるし、タマンも狙えるしっていう、結構いいとこ取りの時間じゃないかなと思います。今からですね、多分日が暮れる6時半ぐらいまでですかね、普通に狙えるのかなと思います。で、その後、もう暗くなった後は、ちょっと一旦簡単に片付けをして、ケミホタル、浮きの上ですね、光るやつつけて、夜釣りモードに突入していきたいと思います。はい、では、たらし釣りもやっていきたいと思います。餌は、イカですね。スーパーで買った天ぷら用のやつです。これをたらしていきます。イカダの周りなので、この辺もですね、普通に魚いるのかなと思うので、そのままもう垂らすだけでやっていきたいと思います。さあ、これで、こっちは当たりを待ちたいと思います。ちょっと船酔いというか、イカダ酔いしてきたんで、薬があったかわからないんですが、探してきます。はい、それではですね、ちょっとだけ酔いが治ってきたので、ナイトスルルやっていきたいと思います。おお、ないない、よっしゃ。おお、釣れた釣れた。ナイトスルルじゃなくてボイルに変えたんだった。おお、上がってくるけど、なんだろう、勢いは良かったですね。面白い面白い。よいしょよっしゃ、釣れました。タマン2匹目です。おお、来た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 。おお、よしよしよし。おお、ちょっといいサイズだぞ。おお、なんだこれ、これタマンじゃない、もしかしてタマンじゃないのこれ。おおおお、楽しい楽しい。おっしゃー、おっしゃ、いいねー。タマン2匹目ですね。やった。さあ、朝一ですね、1投目やっていきたいと思います。ちょうど朝日が上がってきました。昨日ですね、タマンは釣れてくれたんですが、狙いのですね、トカジャーがですね、一瞬だけ見えたんですが、その後もう全くいなくなっちゃってですね、釣り上げることができなかったので、なんとかですね、今日はそれを釣れるように頑張っていきたいと思います。狙うサイズは50オーバーを狙っているので、基本的にもう細いラインは使わないです。水深はある程度深いんですが、やり取りはですね、もうあの生けすの方に突っ込んでいくので、結構そこで切られちゃいますね。やり取りも一筋縄ではいかないので、なんとかですね、一匹でいいので狙って頑張っていきたいと思います。なんだ、たまんかな。俳優ではなさそうですね。タマンかな。なんだ、見えた。おお、やったー。タマンちゃん、ありがとう。よいしょ。はい、タマン釣れました。4匹目です。お願いします。よーし、でかい。おー、でかっ。これはでかいぞ。でかいです。頑張ってくれ。これはでかい。
大きい、なんだろう、半端じゃないぞこいつ。かゆう？でも突っ込まなくなった。トカジャだったら最高だけど。トカジャだったらめっちゃでかい。おお。メガです、頑張って。ラストだよ、ラスト。いや、右に走ってる。なんか見えた。何何？なんだろう。おお。おお。マジか。マジででかい。でかいでかいこれ。よっしゃ、タモッケーね。最後に来ましたね、でかいの。何かわからないけど、海遊。おお、カツオ。よっしゃ、オッケー。よっしゃ、やった、嬉しい。ナイスサイズ、めっちゃ嬉しいこれ。超引いた。